世界の歌姫が日本人を罵倒した韓国人インタビュアーを黙らせる？早速ですが、アメリカの歌姫が韓国インタビュアーをメディアで公開論破し話題を集めています。その歌姫はポップミュージック界の歌姫として知られるケイティ・ペリーさん。ケイティさんが公開論破することになった原因は、韓国インタビュアーが日本を侮辱したからでした。実はケイティさんは大の親日家であり、日本に来日した回数は20回以上。つまり日本をバカにしたインタビュアーに怒りを感じた行動だったということですね。日本人にとっては嬉しくなるようなエピソードですが、一体何が起きたのでしょうか。今回はこの時の様子を紹介しながら、ケイティさんの驚くような親日家ぶりを紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。皆さんはアメリカ出身の歌姫ケイティ・ペリーさんをご存知ですか？デビューして間もない頃から日本を含め世界各国でブレイクしたケイティさんですが、最近注目を集めているのは日本をバカにした韓国人インタビュアーを公開論破したことです。一体どんなやりとりがあったのか気になりますが、まずはケイティさんについて紹介していきたいと思います。1984年にアメリカカリフォルニア州サンタバーバラで生まれたケイティさんは、牧師の両親の間に生まれました。本名はキャサリン・エリザベス・ハドソンで、姉と弟がいます。クリスチャンの家庭で育ったケイティさんは、幼少期から教会でゴスペルを歌うことは当たり前となっており、ゴスペル音楽のみを聴いて育ちました。またプロの指導によるダンスレッスンを受け、さまざまなジャンルのダンスに挑戦しました。そんなケイティさんが音楽に興味を持ったのは15歳の時です。きっかけはイギリス・ロンドン出身のロックバンドクイーンのキラークイーンを聴いた際、大きな衝撃を受けてその道に進むことを決意。2001年に本名のケイティ・ハドソン名義でデビュースタジオアルバムケイティ・ハドソンを発売したのですが、失敗に終わってしまいます。その後17歳でロサンゼルスに拠点を移すも、2度にわたってアルバム発売の白紙化という悔しい経験をし、5年もの間我慢の時期が続いたのです。ちなみに今の姿からは想像できませんが、当時のケイティさんは服をリサイクルショップやチャリティーショップで買っていました。その理由は、両親は生計を主に教会への献金に頼っていたからです。しかし芸名をケイティ・ペリーとした2007年に転機が訪れました。キャピトルレコードと契約を交わし、メジャーデビューを果たすと同年リリースした You Are So Gay がインターネットで話題になり、人気に火がついたのです。翌年にはキスアガールで全米シングルチャート1位に輝く大ヒットを記録。さらにセカンドアルバムティーンエイジドリームは、収録曲の6曲が全米ポップチャート1位となる快挙を達成したのです。これはこれまでマイケル・ジャクソンのみが持っていた記録です。この記録を見ればケイティさんの凄さが伝わってきますね。こうしてケイティさんはデビュー以降、ティーンエイジャーから抜群の支持を得て、人気を不動のものとしたのです。2012年には、自身のドキュメンタリー映画が公開され、一躍話題になると、ここからの快進撃は目まぐるしいものでした。2013年にアルバム、プリズムを発売すると、米ビルボードチャートシングルチャートで見事1位。2015年に発表された、米フォーブス誌による、最も稼いでいるミュージシャンランキングで1億3500万ドル稼いだとして、首位に輝くほどその名を世界に知らしめています。またケイティさんはポップで抜群のファッションセンスを持つことで知られており、ステージ衣装などで見せるそのスタイリングはファッション界からも一目置かれる存在です。例えばハンバーガーの着ぐるみに胸からビールが出るドレス、黒いファーコートだけを羽織ったほぼ裸スタイルなど、常にファンを驚かせています。まさにコスプレ女王に認定したくなりますね。その独特すぎるファッションセンスと音楽性を武器に、
多くの人々に愛される曲を輩出し続けており、2017年には史上初のツイッターのフォロワー数1億人突破を記録したことは有名です。世界的に有名な歌姫ケイティさんですが、ある国だけは違いました。それは韓国です。世界各国でツアーを行っているケイティさんですが、韓国へはデビュー17年目の2018年に初めて訪れました。その理由とも言えるのが、ケイティさんが過去に韓国歌手のイ・ヒョリさんを批判したこと。2010年4月、チキチキバンバンという曲は私がこれまで聴いた曲の中で一番自己中心的な曲だと痛烈に批判したのです。さらには、他のことについて語ることはできなかったのかなとも付け加えています。この発言が一部の韓国人から K-POP を批判したと捉えられ、韓国ではケイティさんに対する批判が殺到し、悪印象を与えたのです。さらに、靴のブランドも手掛けるケイティさんが2017年6月、自身のインスタグラムアカウントに投稿した新商品の写真に対し、旭日旗をイメージさせるといったコメントが殺到。この時投稿されたのはピエロのスリッポンスニーカーを紹介する写真でした。もちろんこのコメントの発信源は韓国人らです。一方で、これはアメリカでも何百年にわたって使われ続けているサーカスの柄ですとペリーを擁護する声も寄せられていました。旭日旗は日の丸国旗と同じように太陽をかたどっており、大漁旗や出産、節句の祝い旗として日本国内で現在でも広く使用されていますね。旧日本軍が使っていたことから、韓国や中国では軍国主義の象徴とみなされており、その使い道などに関してたびたび議論が起きています。特に韓国は旭日旗に敏感です。2020年、東京五輪の時に旭日旗の競技会場への持ち込みを禁止することを訴えていたことを覚えている人も多いのではないでしょうか。こうした騒動の中、ケイティさんは2018年に韓国を訪れたのですが、一部の韓国人からは歓迎を受けなかったようです。しかし、それでもケイティさんはいつも通り、ファンのために様々なファンサービスを行いました。ライブを宣伝するビデオクリップでは、韓国語で挨拶をし、韓国到着後はファンサービスの時間を多く設けました。さらに、ライブのオープニングでは、韓国の伝統的な帽子アヤムをかぶり敬意を表すと、二人のファンをステージに招き写真を撮るなど、驚くようなファンサービスを行っています。こうして初めての韓国ライブは大成功に終わりました。しかし、帰国後に受けた韓国メディアのインタビューで事件は勃発したのです。韓国のインタビュアーから初めて韓国に訪れた感想を聞かれたケイティさんは、食べ物が美味しいなど穏やかな表情で好印象を持ったことを話しました。次に K-POP について聞かれた時も、音楽がとてもキャッチーで耳に残るから、みんなが何度も聴きたくなる理由がわかると韓国の音楽にも理解を示しています。これらの回答を聞いた韓国人インタビュアーは満足そうに笑顔でしたが、続けてとんでもない質問を投げかけたのです。皆さんはどんな質問だと思いますか？答えは、日本を侮辱するような発言でした。同じアジアでも日本の音楽はレベルが低いですよね。日本は韓国やアメリカと比べると遅れていると思いませんか？と日本をバカにするような質問をしたのです。これを聞いたケイティさんは、それは間違っているわ、とすぐに反論。そして、私はそうは思わない、と言うと、K-POP はアメリカの音楽に似ているけれど、日本の音楽はオリジナル、と語りました。さらに、方向性が違うだけで決して遅れているわけではない、日本の音楽には独自の文化と魅力があって素晴らしいと思う、と韓国人インタビュアーを公開論破したのです。韓国人インタビュアーは期待していた答えと違った上に、日本を称賛する結果になってしまったことで、そそくさとインタビューを切り上げました。これを見ていた人からは、韓国人インタビュアーの意見をはっきりと否定するケイティさんに称賛の声が上がっていたようです。しかし、この結果は当然と言っても過言ではありません。なぜなら、ケイティさんは大の親日家だからです。このことはとても有名ですが、韓国人インタビュアーは
そんな情報も知らなかったのかと疑問が残ります。まさに韓国らしい失敗ですね。ちなみにケイティさんの親日家は日本人ですら驚愕するほどです。どれほど日本が好きなのか次で見ていきましょう。これまで紹介したように音楽業界のトップを突っ走ってきたケイティさんは親日家で知られています。それを物語っているのは全米メディアを震撼させたこの言葉です。ケイティさんは日本への憧れが募るあまり過去のインタビューで、日本人の皮を剥ぎ取りたい、それをかぶって日本人になってみたいくらい好きという衝撃発言をしました。日本人にとってはこれほどにない嬉しいコメントですが、世界はあまりにも強い日本愛に驚愕したようです。そんなケイティさんが日本を好きになったきっかけは子供の頃のある出来事でした。 4、5歳の時にハワイへ旅行へ行き、母親と離れて一人でエレベーターの中に閉じ込められてしまったというケイティさん。ドアが開いてからも一人ぼっちで泣いていたところ、5人の日本人の女性が優しく声をかけてくれたそうです。さらに母親が見つかるまでプールに連れて行ってくれたり、コーラ味のグミをくれたりと、ケイティさんにずっと付き添ってくれていたのだとか。この時の日本人の親切さに感動したというケイティさんは、日本の魅力はたくさんあるけれど一番好きなところは親切な人柄だと語っています。ここからはケイティさんの親日家ぶりを紹介していきましょう。たびたび日本好きについて発信しているケイティさんですが、日本についてこのように語っています。とにかくもう取り憑かれているかってほど日本人が好きなの。日本人のすべてが好き。素晴らしい人たちだもの。と絶賛。また、日本の留学生を預かったことがあるというケイティさんは、その時の様子を振り返り、日本愛を語っています。彼女たちの持ち物って、何もかもハローキティの柄なのよ。完璧だし清潔。それに、お箸で食事をしたりして、超素晴らしいの。彼女たちの文化を見るのはたまらなく素敵だった。日本の人柄だけではなく、様々な文化にも魅力を感じてくれているようですね。2013年秋には、成田空港での発言も話題を集めました。世界中で日本が一番好きなの。東京に来るのはいつも楽しみだわ。日本を愛してる。かわいい。と、日本語を交えながら熱く語っています。ただ、日本語の知識はあまりないらしく、過去にはステージでこう語っています。もっと日本語がわかればどんなにいいかしら。こんにちはは知ってるわ。ビールやかわいいって言葉もね。でも、もっともっと知りたい。また、日本でショーを開催する際は、ファンをスクリーンに映して、ああ、超かわいい。彼女を見て。などと英語で連発しています。ケイティさんが大好きでハマっている日本の食べ物は、ローソンの唐揚げくん。日本人にもファンが多い食べ物ですが、日本通であることが伝わってきますね。2018年に日本テレビのスッキリに生出演した時には、たくさん用意された味の中から、プレーンを口いっぱいに頬張るお茶目な一面も披露してくれました。ちなみにケイティさんが好きなのは、プレーン味です。そして、同番組に、2020年にリモートで出演した際のこと、出演を控えていたケイティさんは番組放送中に秘密を明かし、スタジオにいた人を驚かせました。一つ秘密を教えてあげる、おそらく言うべきじゃないんだけど、と切り出したケイティさんは、多分この子は日本で授かったと思うわ、と明かし、出演者を驚愕させたのです。とても衝撃的な発言でしたが、大好きな日本だからこそ秘密を明かしてくれたのかもしれませんね。ちなみに2019年に俳優のオーランド・ブルームと婚約し、2020年に娘が誕生し母となったケイティさんは、年に1回は日本に来日して観光を楽しんでいるようです。日本の文化やファッションが好きと公言しているケイティさんは、芸妓遊びやショッピングなど日本の滞在を楽しんでいるようです。2013年に11月24日行われた音楽賞アメリカンミュージックアワード授賞式でオープニングのパフォーマーを務め、日本の芸者をテーマにしたステージを用意。ケイティさん自身は
花柄をあしらった着物調のドレスに身を包み、最新シングル「アンコンディショナリー」を披露したのです。バックダンサーや和太鼓奏者を従えて、傘を持つなどしてステージを所狭しと駆け回り、最後は鳥居のセット上から姿を消すというサプライズ的演出も見せました。世界的に有名な授賞式で日本をモチーフにしたケイティさんからは、溢れんばかりの日本愛を感じますね。日本のファンについて尋ねられると、他の国じゃ絶対言わない、日本以外のファンには悪いけどと前置きした上で、日本のファンは本当に世界一だと発言しました。世界各国にファンがいるケイティさんに、そんなことを言われる日本のファンは嬉しい限りですが、少しだけ他国のファンが嫉妬しないか心配になるような発言ですね。しかし素直なケイティさんは、日本のファンは優しいし、すごく楽しくて敬意を持って接してくれる、私を物みたいに扱わないのと絶賛。さらに、素晴らしいアートワークをプレゼントしてくれて全部撮ってあるのよ、日本のファンと接すると疲れていることを忘れちゃうの、世界で一番大好きなファンよとも。その親日家ぶりは、2011年3月11日に発生した東日本大震災で打撃を受けた際にも浮き彫りになりました。ケイティさんは日本のために自身のライブで販売したペンライトの売り上げを全額日本赤十字社に寄付しているのです。震災直後、日本で起きた災害で被害に遭われた人たちのために祈りを捧げていますと支援メッセージを発していたケイティさんは、3日後に行われたコンサートで寄付を呼びかけました。3月14日、この日の夜公演であるハンブルグのファンに向け、このようにツイート。ヘイ、ハンブルグ。今夜、グッズ販売コーナーのそばを通りかかったら、KP ライト、アップスティックを買ってちょうだい。その収益はすべて、日本赤十字社に寄付される。そして、私がファイアーウォークをプレイするとき、彼らのためにライトをつけて。この先のショーでもそうするから、準備しておいて。そして、翌日15日には、アムステルダムのファンに向けてツイートしました。カリフォルニアドリームライトスティックを買うと、その収益すべてが日本赤十字社に寄付されることを忘れないで。日本のために光を灯しましょう。ケイティさんの新日エピソードは、上げ出したらキリがありませんが、ここまで紹介したエピソードだけでも、彼女の日本愛を感じたのではないでしょうか。ちなみに、日本でやってみたいことは、富士山に登ること、桜の咲いている時期に来日すること、そして、芸者からもてなしをされてみたい、と夢を膨らませています。韓国人インタビュアーは、世界最強とも言える新日家に、とんでもない質問をしてしまったようですね。よかったらコメント欄で、皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。歴史を直視しろ。その言葉、そっくりそのまま韓国へお返し。皆さんは、政治家が靖国神社を参拝したというニュースを見たとき、どんなことを連想しますか？また韓国が何か言ってくるだろうな。そんなことを思う方が多いでしょう。まさにその通りで、またまた韓国が騒ぎ立てています。2024年8月15日に木原稔防衛大臣が靖国神社を参拝すると、韓国から、日本は戦争を美化している。歴史を直視しろ。という声が上がりました。そんな言葉、もう、聞き飽きましたよね。それにしても、韓国はなぜ毎回毎回、こんなにも過剰に反応してくるのでしょうか。しかも、歴史を直視していないのは韓国の方で、誤った情報を国民に広げているのですから、何とも呆れてしまいます。本日の動画では、靖国神社参拝に対する韓国の反応について、さらには、韓国が自国民に行っている、日本への印象操作についてご紹介していきます。その背景には韓国の教育も関わっているようですよ。それでは早速行ってみましょう。
79回目の終戦記念日、2024年8月15日に木原稔防衛大臣が靖国神社を参拝しました。戦争で命を落とした人々への哀悼の意を表すためです。同日同じように岸田文雄総理大臣や新藤義孝経済再生担当大臣も靖国神社を訪れています。終戦記念日に内閣の現職閣僚らが靖国神社を参拝するのは2020年から5年連続で続いていることであり、決して珍しいことではありません。ただこれについて毎年反応するのが韓国。今回の韓国の反応を見る前に、まずは靖国神社が日本にとってどのような存在であるかご説明しておきましょう。靖国神社は東京千代田区九段北に位置する神社で、1869年に創建されました。日本の近代以降の戦争で命を落とした軍人や民間人、そして東条英機氏など太平洋戦争における英雄戦犯14人が祀られている場所です。また参拝する政治家が増えるたびに日本と韓国との関係が緊張する原因となる神社としても知られています。そんな靖国神社を参拝した木原防衛大臣は記者団に対し、尊い命を犠牲にされた皆様方に哀悼の誠を捧げ、尊崇の念を表してきたと述べ、私費で玉串料を納めたといいます。哀悼の誠を捧げる、これは私たち日本人にとって当然のごとく理解できるものでしょう。しかし第二次世界大戦の戦争責任を問われた人物たちが祀られている場所でもあるので、そこに引っかかる方もいるかもしれませんね。ただ政治家たちは、多くの尊い命が犠牲となった戦争を二度と起こしてはならない、犠牲になった人たちを弔いたい、そういった気持ちを持って参拝しています。現に日本の総理大臣であった安倍晋三氏は、靖国には戦争のヒーローがいるのではない、ただ国のために戦った人々に感謝したい思いがあるだけ、国のために戦った方々に祈りを捧げるのは世界のリーダーに共通する姿勢であると語っていました。また東京都知事を務めた石原慎太郎氏は、現職時代の定例記者会見でこのような言葉を残しています。記者が靖国神社参拝に対して、公で行かれるのですか、個人として行かれるのですか、公として行かれるのはいろいろ疑問が残るんではないかと質問すると、公と個人の両方、私の家内のお父さんもいるし、私のまたいとこ二人も海軍の軍人で亡くなっているからね。それに公人として私人として会いに行って何が悪いんだ。あの戦争がどんなものだったか知らないからそんなことが言えるんだ。君のお父さん、お母さん、ひいおじいさん、ひいおばあさんが命がけで国を守ってきたんだよ。彼は自身が靖国神社を参拝する理由を信念に基づくものであると強調し、公私の区別については重要視しない姿勢を示しました。国のために戦った人へ哀悼の意を示し、ただただ平和を望んでいるだけ。靖国神社を訪れる政治家たちはこのような気持ちを抱いて参拝しているのです。しかしこういった行動にイチャモンをつけてくるのが韓国なんですよね。もはやお家芸と言えるでしょう。今回は一体どんなことを言ってきたのかご紹介していきます。韓国の外交省は木原防衛大臣の靖国神社参拝に対して、日本は過去の侵略戦争を美化している、日本の責任ある指導者級の人物が供物料を奉納したり参拝を繰り返したりしたことについて深い失望と遺憾の意を表明するとお怒りの様子。さらには、日本の責任ある指導者らが歴史を直視し、過去の歴史に対する謙虚な省察と真の反省を行動で示すことを促す。これは未来志向的な韓日関係発展の重要な土台である。そう強調しました。歴史を直視？韓国がそれを言う？って感じですよね。そっくりそのままお返ししたいものです。また、時代錯誤的な行為に外端を禁じ得ないとして、キム・サンフンアジア太平洋局長が在韓日本大使館の三林泰介総括公使を呼び出して厳重に抗議したといいます。どうにもこうにも二
日本の行動が許せないようです。韓国にとって靖国神社とは日本軍国主義に直結する象徴的施設、そこを日本の政治家たちが参拝することは、戦争を反省していない、再び軍国主義に走るのではないかという懸念につながるようです。では韓国の言う通り、日本の政治家たちが靖国神社の参拝を控えるなり、そちらの意向に歩み寄れば納得するのでしょうか。絶対にそうではないんですよね。例えば韓国は慰安婦問題や徴用工問題など解決した話を何度も何度も蒸し返してきます。日本政府は韓国の言い分を認めたわけではありませんが、経済協力金として巨額を支払ったり、歴代の総理が謝罪したり、韓国に歩み寄る姿勢を見せてきました。しかし韓国はその都度ゴールポストを動かすのです。つまり一方的に条件変更を行い、新たな要求をしてくるだけ。これでは反日感情をぶつけてきているだけにしか思えません。韓国のこのような態度にいちいち反応するのは時間の無駄と言えるでしょう。ただ日本もいつもいつも黙っているわけではありませんよ。さすがに声を上げた出来事がありました。なんと韓国が事実を無視した嘘だらけの映画を制作したのです。この映画に対して日本は国連で声を大にして内容を否定しています。それは一体どんな映画だったのか、ご紹介していきましょう。2017年7月、韓国では戦時中の長崎県の端島炭鉱、通称軍艦島と徴用工を題材にした映画が公開されました。タイトルは軍艦島。第二次世界大戦中に日本の軍艦島で強制労働を強いられた朝鮮人労働者たちが島から脱出を試みるというストーリーです。映画の中の彼らは日本で金を稼げると騙され、軍艦島に連れてこられたとされています。そして暑さと飢えの中、採掘場で働かされ、金銭的な搾取や拷問を受ける様子などが描かれていました。この映画は公開前から韓国内で大きな話題となり、初日に97万人余りの観客動員数を達成。当時のオープニング興行記録を乗り換えるほど国民から注目されていたのです。しかしこの映画の内容が真実だと思われては困ります。なぜなら労働に関する描写が事実と全く異なっていたからです。映画の内容は軍艦島での朝鮮人労働者の待遇に関する描写が過度に誇張され、日本が完全に悪といった演出がされていました。日本人労働者と朝鮮人労働者の待遇に差がなかったことは資料や証言で判明しているにもかかわらずですよ。そんなことを知らない韓国人たちは映画を見てその内容をすっかり信じ込んでしまい、ある行動を起こします。わざわざ軍艦島を訪れ、日本人は朝鮮人を強制徴用したことを謝れとメッセージを掲げて記念撮影をするなど、その行動はあまりにも異常。これはさすがに日本も黙ってはいられません。そして国連に訴えかけることを決めたのです。2019年7月、スイスジュネーブの国連欧州本部でシンポジウムを開き、映画に表されているような韓国の主張に反論しました。朝鮮近現代史研究所所長の松木邦俊氏が述べたのは次のこと。韓国でいわゆる徴用工問題が盛り上がっているのは韓国映画軍艦島が原因。歴史的事実を無視した反日作品だが、韓国では事実として認識され、世界中にもその動きが広がりつつある。映画が事実として定着すると、元島民の名誉を毀損し、日本全体が嘘の歴史で世界から誤解され、糾弾される。また、過去の資料や元島民の証言をもとに事実をアピールしました。日本人労働者との給料差別はなかった。日本国内の別の炭鉱から給料がいいからと移ってきた朝鮮人労働者がいた。戦後もここの方が生活しやすいと韓国から軍艦島に戻ってきた人もたくさんいる。ほとんどの朝鮮人労働者は徴用ではなく、日本人労働者と同じようなアパートに家族と暮らしていた。日本人と朝鮮人の子供たちは学校で一緒に机を並べて学んでおり、待遇差は一切なかった。だから終戦後に
朝鮮人労働者が帰国する際には涙を流しながら別れを惜しんだというのが軍艦島の実態だ。そう、朝鮮人労働者は日本人と良好な関係を築いていたのです。さらに松本氏と同様、シンポジウムに参加した元島民の坂本道徳氏も、炭鉱員だった父から朝鮮半島出身者も同じ仲間として一緒に酒を汲んだと聞いたと、やはり彼らが良好な関係であったことを述べました。そして朝鮮人を強制労働させたアウシュビッツのような地獄の島という誤解が世界に広がり、島の名誉が傷つけられたと悲痛な声を上げたのです。韓国はまさか日本が国連で声を上げるとは思っていなかったのでしょう。しかし日本が声を上げたことで、世界は韓国に冷ややかな目を向けることとなりました。すぐに嘘だとバレることを平気で捏造する、本当に韓国の行動には呆れちゃいますよね。そこまでして反日感情を爆発させる理由は何なんでしょうか。実はそこには幼い頃からの反日教育が関わっているようです。だからこそ韓国人は自国が正しい、日本が悪いと信じて疑わないのです。一体韓国ではどんな教育がされているのか、最後にご紹介していきましょう。韓国の反日教育はこのように表されています。生まれた時から日本は韓国に謝罪と賠償すべきだという言葉を見て聞いて、そしていつの間にか自分で話すようになる。つまりその言葉の意味や理由がわからない段階から、まずは日本が悪いという意識を植え付けられるのです。例えば教育内容としてはこのようなことが挙げられています。日本統治時代については、日本の行為は侵略や圧迫として強く批判されています。日本が朝鮮半島の教育制度、医療制度を整えたことやインフラ整備を行ったことについては教えないのですから、困ったものです。また慰安婦問題については強制的に連れて行かれたとしています。しかしこれは事実無根。実際には慰安婦たちは契約に基づいて遺書に行った、これが真実なのです。そして韓国ではドクトと呼ばれる竹島問題については韓国の領土であるとされています。特にドクトを守ることが国民的義務だと教えているようです。しかし竹島は歴史的事実に照らしても国際法上に見ても明らかに日本固有の領土なんですけどね。これらのことがいかにも事実かのように子どもたちに伝わっています。このような教育、日本では考えられませんよね。私たちは歴史の勉強をする中で決して相手が一方的に悪かったなんて教育は受けていません。過去の歴史を繰り返さないように事実を学んでいます。その中で、あの国だけが悪かった、すべてあの国のせいだなんて思わないでしょう。しかし韓国では歴史の事実ではなく、ただ日本が悪いと言われているのが現状なのです。幼少期の頃からその言葉だけを聞けば日本に対する嫌悪感が生まれることに納得がいきます。ですから国際的な場面ですら日本の批判を平然と行えちゃうんですよね。例えば過去のオリンピックでこんなことがあったのを覚えていますか？2012年のロンドンオリンピック男子サッカーの日本対韓国戦での出来事。2対0で日本に勝利した韓国のある選手が試合終了後にファンから受け取った竹島問題に関するプラカードを掲げました。またこの大会で韓国は東日本大震災に関しての内容や日本の歴史を揶揄するような横断幕を掲げるなど、あまりにも目に余る行動に出ていたのです。そして2021年の東京オリンピックでは韓国選手村の住居棟に反日を連想させる横断幕が掲げられました。横断幕には韓国で抗日の英雄とされるイ・スンシン将軍の言葉をもじった文言が記載されていたのです。オリンピックに政治的問題を持ち込むことはご法度。もちろん国際オリンピック委員会 IOC から注意を受けています。この韓国の態度には日本だけでなく世界中から批判が殺到しました。ここまでのことをするのですから、韓国の人々に
反日感情が深く根付き、自分の行いが正義だと勘違いしていることがよくわかります。日本としては一刻も早くそんな教育をやめてほしいものです。さて、ここまで紹介してきた韓国の異常なまでの日本への感情に対して、海外の人たちはどのような印象を抱いているのでしょうか。様々な意見があったのでご紹介します。韓国の反日感情は行き過ぎに感じる。未来志向の関係を築くために冷静な判断をすべきだよ。どれだけ日本を敵対すれば気が済むんだ。仲良くしろとまでは言わないが、いつまでも過去の出来事を騒ぎ立てている意味がわからない。教育もだけど、政府やメディアが国民の感情を煽っている部分もあるよね。他にやることないのかな。日本の教科書に掲載されているアジアの近代史はアメリカやイギリスと同じような内容になっています。問題は韓国の歴史教科書です。彼らは学生に間違った歴史を教えている。韓国の人々には憎しみと過激主義の危険性に気づいてほしい。感情的になりすぎるとコミュニケーション、尊敬、お互いへの理解が欠如する。偏った教育をしているのだから国民の偏った思想が育つのは当たり前。それを問題だと感じていない韓国は恐ろしい。やはり韓国の考え方を異常だと感じている人は多いようです。結局韓国が騒げば騒ぐほど世界から注目されるものの、その反応は自国へブーメランとなって帰ってくるのです。歴史を直視しているのかと日本に唱えれば、その言葉はそのまま韓国が浴びることになるだけ。結局自分たちの世界的評価を下げるだけなんですよね。もちろん過去の出来事を重んじることは大切です。しかし韓国は過去の出来事に対して事実かどうかを確かめることから始めなければなりません。果たして韓国が事実に目を向ける日は来るのでしょうか。そしてこれから両国の関係はどうなっていくのか、今後の動きに目が離せませんね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。